はい、こんばんは、山陽と申します。さあ、今日はね、M1 グランプリ、第2回ということですね。ラウンド1ね、豆腐グランプリの、第2回ということでね、やっていこうと思います。で、今日はね、どうしようかなってことなんですけど、ちょっといろいろと考えた結果、まずね、1引きのこいつやります。今回はね、献立いろいろ見せてやるんですけど、せっかくなんでね、今回ちょうどね、からこのピリ辛味噌っていうやつと、普通のね、黄色いのが普通のやつなんですよ。こっちがちょっとピリ辛味噌もちょうどあるんで、同じね、こんなていろいろ味噌なんで、ちょっと今回は、1回でちょっと2個、もうまとめてね、紹介していこうかなと思います。さすがに、ここでね、豆腐ね、前回と同じ福豊用意してあるんですけど、1個が結構でかいんでね、あれ、やっぱ、そこまで大きな違いもないし、逆にね、同じメーカーの中でどういうような違いがあるのかもね、食べ比べっていうのをするのにもね、いいかなということで、今回はね、2つ、まとめてやっていこうと思います。ということでね、早速、食べていきたいと思います。豆腐にかけてね、詳しいルールは第1回の方見てください。これが第、これが3回目の方、そうか、1回目で概要説明があって、2回目で中物につけて味噌かけて味噌やりますからね。ということで、今回はこの2役でやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。どうぞ。さすがにね、そんなに話すことももうね、減ってますからね、サクサクとね、やっていきたいと思います。ということでね、画面切り替えましたけどね、こんな感じで、今日も豆腐を用意しております。塩は乗せてね、前回と ほぼ同じ量ですね、同じぐらいの大きさの生姜を、刻んでおきましたんで、これに献立入れるんですね。これが一番食べ慣れてるんで、正直何回もこの組み合わせやったことはあるんですけどね、ただ福豊でね、やるのは初めてなんでね、前回食べましたけど、やっぱこれ普通の40円とかの豆腐と違ってね、ちょっといい感じですからね。しかもね、三種で買ってきたんですけど、何がすごいってね、まるでね、私がこの企画をやることをね、予定してたのか分かりませんけどね、今日ね、特売でね、福豊がね、158円になってたんでね、やったーって言ってね、まとめて買ってきましたけどね、いやーよかったよかった。これでちょうど一気に、このね、トークライフが、華やぎますんでね、ということでね、中本さんはね、中豚がいましたけど、一引きさんもね、ここね、パチッてやったらね、ペットボトルのあれ、アクエリアスのあれみたいな感じで、夏場に飲む、みたいな感じで、もう今後このままダイレクトに出します。ということでね、早速出していきますよ。こっちの方が光的に、さたたたたんたんたたたたたんと、じゃーんとかけまして。いや、今日もたっぷりとかけれますからね、かけ放題ですからね。こっちの方があれですね、切れはいいですよね。ですから、ここのところもそんなに汚れないですよね。これはね、だいぶ使っとったらちょっと汚れてますけど、なかなか、この辺りも、高評価ポイントかなっていうところですよね。で、早速ではいただいていきましょう。ちなみになんかお酒がある気がするのは気にしないでください。さすがにね、これだけだと飽きてくるって。前回でね、あれですけど、またね、お酒に合うね、味噌ってまた、味噌で食べるとお酒と合いますからね。高田酎ハイのね、焼酎ハイボールでいただいていきたいと思います。じゃあいただきます。いやー、いいですね。ただのおっさんが一人晩酌をやってるだけやないかと言ったらダメですよ、これはあくまでも M1 グランプリ、味噌1グランプリでございますからね。これで企画にして YouTube でね、動画の容量を食ってるってのが恐ろしいですよね。慣れ親しんだ味ですね。結構糖度が変わるとやっぱ違うもんだな。普段食ってる感じよりもギュッと濃厚になりますね。やっぱ豆腐の地盤がしっかりと味があるんで、すごい大豆タンパク質取ってるなという感じがありますね。いいですね。で、これがこんな感じで、よいしょ、生姜をのせても美味しいんだろうかな、これ。間違いない。ただ中野さんよりも味噌濃い感が、あれですね、
よりあの味噌感が強い感じはありますよね。うん、ですから本当すっげえ大豆食ってる感がいっぱいありますね。いいですね。ちなみにこっちってね、ごま入ってたっけ？あ、一応ごま入ってるわ。うん。ごまの比率は中野さんのが高いのかな。その分なんか味噌感が強い感じがしますね。美味しいな。ちょっとね、ホワイトベースがね見えてきましたからね。ここにこっちのピリ辛の方をね使っていきましょう。まあこれ今使ってるんでね、それこそ食べ慣れ親しんだ感じですけど。じゃあこの空いたスペースにドーンと置いて、色合いはそこまで変わらないかな。うん、ちょっと赤みが強いかなっていう気がする、ややするかなっていうぐらいですね。うん、そこまで変わらないな、色合いはね。食べてみるとどうかってとこですね。いただきます。あ、こうして比べてみると本当に、なんて言ったらいいのかな、豆板醤が入ってるから、ね、あのちょっと辛子と豆のね、あのあれで豆板醤が効いてるような感じのあの味わいなんで、一気になんかあのこうやって比べて食べてみると中華風感が出ますね。これまた先に合うな。いいな、たまらんだこれ。ただ毎晩毎晩おっさんが豆腐を食べながら晩酌する様子を、クリスマス前後に、かけて延々と放送するという、大丈夫かなこのチャンネル。まあもともと大丈夫じゃないんで慣れなんですけどね。そうそうそう、ここのところねずっとあの外撮り動画がね、合格シーズンに合わせた動画をねちょっと放送しきらんとな。さすがにねちょっと受験シーズンね、年越して食うわけにもいかんなってことだったんで、あっちを優先して出しとったんで、ね、最近こういった中通りのやつがねしばらく出してなかったんですけど、まあ、こんな感じでねやってくのもねうちのチャンネルじゃうちのチャンネルでございますんでね。味噌自体はベースの味噌は一緒で、ちょっと辛みのそういう豆板醤なんか入ってるのこれ、本当にそんな感じの味ですけどね。一応唐辛子ニンニク昆布エキスってなってるから豆板醤ではないでしょうね。あ、でもこれでもう麻婆茄子も作れるらしいですよ。ちなみにどうなんでしょう、全国的には豆腐の冷ややっこにかけるっていうとやっぱ醤油、生姜、ネギ、醤油みたいなのが一番やっぱベターなんですかね。ポン酢をかける人も多いですよね。試合的にはそのあたりかもしれない。なんか誰だったっけ、雨上がり消し隊の蛍原さんだったっけ、はニンニクをね、ちょっとつけてトッピングでつけてね、あの生姜の代わりにちょっとニンニクを入れると美味しいよみたいな話をしとった気がしますね。結構ねわさびをのせる人とかもねいますし、あれさ最近酒の魚だったんでまだわさびもねあのツンとしたのがあったりしますしね。結構いろんなあの組み合わせがありますからね、豆腐自体にもそっちの方で広げるっていう手もありますよね。冷ややこ研究会、うん、あそういう企画でもいいかもしれないな。一応この後はあのもうあのうどん玉がしこ玉買い込んでありますんでね、ラウンド2、味噌焼きうどんでいくはずですよ。そうそう、蒸し焼きうどんって言ったらまた亀山食堂さん行きたいんですけどね、ちょっと友達とね予定合わせてまた行きたいなと思ってるんですけど、うん、この前亀山に行ったのは行ったんですけどね、残念ながらあの食事を取る時間がなくてですね、ちょっと仕事でね、うん、もうそのまんまあの何時までにちょっとどこどこ向かわなあかんみたいな感じだったんで残念ながら食べることができなかったんで、なかなかそうね、あ
働いてるところがね、小物とかあっちの方なんで、なかなかあっちの方に回ってね、回れないですよね。でもなんかおかげさまに100再生以上いただいてるらしいですかね、ありがたい話です。うちのチャンネルなんでね、いやもう入れた瞬間にもうね満員御礼ですよみたいな、そんなことには絶対ならないでしょうけど、ちょっとちょっとね、どうかありましたよみたいなね話があったらね嬉しいななんて思いながら、まあしかしコロナの影響でなかなか取材とか難しくなってるのはね本当にありますね。やっぱ気にされてるところだと県外から来た人はもう入店を断るみたいなところもね結構あるみたいですからね。ですからね、その取りたくても、いや新規の方がね取りなんでね、来られるとちょっとね、既存のお客様にねコロナ感染のそういったちょっと不安を与えてしまうんでみたいな話とかもあってね、なかなか難しいなっていうところですね。やべえ、普通に食べ終わってたやってしまった。収録なのすっかり忘れて先入るとダメですね、収録なのすっかり忘れて東海オンエアの動画見ながらとかあれね、東海ランキングさんのまとめ動画をファって見てましたけど、で、今度は美味しくいただきました。嫌い嫌いと。早送りモードでお送りするかもね。音出せないから。っていう感じでね、美味しくいただきました。いや、やっぱしめちゃえばなし、美味しくね、なるし。味噌感がやっぱ強い。こっちの方が、味噌感が強い感じがするかな。ですからね、どうなんだろうな。味噌食いてね、大豆感をね、楽しみてよっていう時には、冷ややっこだと、こっちの方が強いかもしれませんし、逆に、まあ、冷ややっこにと、ね、味噌とかかけたことないよっていうね、ビギナーの方とかだと、つけて味噌かけて味噌の方がやっぱ無難に入りやすいのかなっていう感じはありましたね。ピリ辛は、これは、お酒のつまみに行くならやっぱピリ辛、これは、マストかもしれませんね。が合いますねということなんで、まあそういったような数学ができてきてるんじゃないかな、結構違いがありますね、ということで、これからもね、また明日もね、もうね豆腐はねどんと買い置きしてありますんでね、これで放送できますんで、明日は何かな30日から、行ってみようと思いますんでよろしくお願いいたします。ということで今度の動画いいのかこんな程度か、これ以上で締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。あとは飲むだけ。